うわあ、やっぱり今みたいに抜けるのか。これが軟式だと全然今のストライクなんです。ああ。今何？公式？ちょっと今回は新しい取り組みをしようと思います。新しい取り組み？公式をちょっと投げてみようかなと。うん、軟式に比べたら難しいじゃないですか。投げるの。はい。軟式にちょっと甘えてる部分があった。いやそうなのかな。リリースとか簡単なんですよ。はい、軟式って。はい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 。だから公式を一回もう一度投げて、なるほどなるほどなるほど。フォーム、指先の集中力、うん、もう一回取り戻そうかなと。おお、あそういう練習、はい、決してちょっとあの悪ふざけじゃなくて、じゃなくて。竹虎、公式を投げる。ナイスボールだな。ちゃんと前でこう、ちゃんと振って体重乗せないと。弾けないと、いかない。うわ、ちゃんと投げないと負担かかるし、はい、あの弾けないし。僕ら軟式プレイヤーはそこまでガッツリ投げちゃいけないですけど、怪我しちゃうんで、たまに投げるのはいいかもしれない。なるほどなるほど。はいはいはい。あーごめん。スライダー。投げたら公式スライダー。抜けるかも。おお。おお、いいね。いいな。公式投げやすい。投げやすい。おお、そう。おお。あ。うわ。うわ、なし。うわ、なし。うわ、なしも。ナイスボールや。ナイスボールや。投げやすい。ナイスボールだ。そんな違うもんかね。わー、いいスボール。いい球いってるね、おい。うわー、やっぱり今みたいに抜けるのか。これがあるんだ。軟式だと全然今のストライクなんです。ああ、うわっ、え、結構曲がってんな。うわっしゃここだな。ここからのラインって大事っていうじゃないですか、うん、はい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 、公式すごい、まさに大事。円運動に近づくとちょっとばらけますね。へぇ、公式しゃー、やい、やい、大丈夫か。スライダー切れてるな。スライダー握りもやっぱ変わってきます。いいね。国吉ミット肩をつけた、はい、このミットを、うん、7月のプレゼントにします。マジ？わかりました。いや、ありがとう。チャンネル登録と、はい、またこれをコメントしていただければ、はい、そうですね、プレゼントが当たるかもしれません。はい、ぜひよろしくお願いします。わかりました。